相撲が大好きな皆さんこんにちは最後までご覧になった後皆様の気持ちやご意見感想などをコメントに寄せていただけたら嬉しいですそれでは早速参りましょう日本相撲協会は17日元幕内琴恵光が現役を引退し年寄り尾車を襲名したと発表しました今回は琴恵光がどのような力士であったのか 引退の理由、小車を襲名したいきさつや、小車親方が相撲協会を電撃退職した真相について紹介したいと思います。宮崎県出身の琴恵光は、中学卒業後の7年春場所で初土俵を踏み、22歳だった14年には、九州場所で新十両に昇進を果たしました。18年名古屋場所、入門から11年、賭け出新入幕を果たし、 幕内在位は29場所。最高位は名古屋場所の東前頭4枚目です。相撲界では人気の高い力士の一人で、入門当時から注目をされていました。当時はまだ本名柄付けたみ、古都柏屋という名でした。今の筋骨隆々の体とは程遠い、スラッとした長身のソップ型、相撲用語で鳥柄のような細い体で、 切れ長の目の端正な顔立ちをしていて、10代の頃は相撲雑誌で、美男力士として特集され注目を集め、いわゆる数女からはことイケメンという、愛称で呼ばれる人気ぶりでした。若い頃は細身の体でしたが、猛稽古で知られる佐渡ヶ嶽部屋で、大関琴将棋くら兄弟子の胸を借り、真面目にコツコツと地道に稽古することで、次第に筋肉の鎧を身につけていきます。 間近で見る琴恵光の首や肩の周りには、盛り上がった筋肉が、いつもは切れんばかりに、パンパンに張っています。佐渡ヶ岳部屋ではたくさん稽古をし、琴昌菊の付け人を務めた琴恵光は、数えきれないほどのことを近くで教えてもらったと、琴昌菊の存在が大きかったことも話しています。その教えが現在の地位に、結びついているという。 一番覚えているのが迷ったら強く当たれ勝ち負けにこだわらず自分を信じて思い切りいくことを教えていただいた幕内力士の平均体重より3 0キロ近くも軽いこと栄光が大きな力士を豪快に投げ飛ばしたり攻め込まれても土俵際で逆転したりと力強い相撲でファンを魅了できるのは猛稽古で鍛え上げた。 あの強靭な肉体が土台にあるおかげです。大相撲を取材している記者は、琴恵光についてこう語っています。最近は勝っても負けても、気さくに話をしてくれる力士が多くなりました。しかし、琴恵光は違います。本場所中はどちらかといえば回数が少なく、たとえ勝っても負けた相手を気遣い、決して多くは語りません。武士のような凛とした佇まいで、 昔ながらの力士の雰囲気をまとっています。インタビューするアナウンサーにとっては手ごわい相手とも言えるのですがそんなことエコーもふるさと宮崎の話をするときだけは違います。宮崎のことを聞くといつも笑顔で熱心に話をしてくれます。勝ち越しを決めると地元の延岡市で花火が上がる話などは本当に嬉しそうに語ってくれて。 ふるさと宮崎を愛する気持ちがひしひしと伝わってきますそんな相撲界や地元から愛されている琴恵光がなぜ引退したのでしょうか琴恵光は西前頭10枚目だった昨年九州場所で左膝を負傷して途中休場しています十両に転落した今年の初場所ではインフルエンザ感染による途中休場もあって大きく負け越しました ではこのニュースについて国民の声を聞いていきましょう結果的には先代るま親方が年寄り名跡を譲ったことになりますが引退する力士に譲るというのは良いと思うので今も定年延長で残っている年寄りの方々もこういう形で良いので同じ一門の関取が引退するときには後進に道を譲ってほしいと思います 琴恵光関といえば小さな体で真っ向勝負で土俵を沸かせてくれた力士でした。怪我回復せずに引退。幕内29場所は素晴らしい活躍だと思います。部屋付きの親方になって怪我をさせない弟子の指導を期待してます。現役お疲れ様でした。元琴風小車親方が相撲協会引退されてすぐに小車親方襲名タイミングがいいですね。好きな関取でした。 お車親方になられるならよかったです小兵力士はやはり大変ですね親方株の問題はいろいろ大変ですがやはり定年になったら譲っていかないと教会そのものが時代に取り残されています今の力士や部屋も時代遅れにはついていけないような感じで伝統は足しき以外を残してほしいです琴恵光さんお疲れ様でした 琴恵光さんは、宮崎の延岡市出身で、初土俵で9年で10両、11年で入幕と苦労した力士だった。怪我や病気で苦労したが、幕内29場所を務め、よく検討した。14年間の土俵生活お疲れ様。今後は、佐渡ヶ岳部屋の部屋付き親方として、後進の指導に力を入れてほしい。長い間お疲れ様でした。 親方として教会に残られるのはとても嬉しいです引き締まって小兵と言われる体格ながらも堂々とした取り口が爽やかなお相撲さんでした怪我で休場されてからなかなか調子が戻らずやきもきしていましたがまずはどうぞご自愛くださいませ決して派手さはないですが小兵の部類に入る体格にもかかわらず成功法で気持ちの良い相撲を取る力士で応援していました 何より相撲に対して真摯な姿が素晴らしかったです。引退は残念ですが、良き親方になってください。琴恵光が引退して、小車親方になるのはタイミングが非常に良かった。私も延岡一岡府中出身ですので後輩になります。今の調子なら関取復帰困難でしょうから今後は大相撲に貢献してください。お疲れ様でした。 春場所では1勝14敗とさらに大きく負け越し、8年ぶりに関取の座を失います。今場所の番付は西幕下11枚目、場所前の稽古では四股は踏めるもの、実践稽古はできず、初日前日には膝と腰がまだ回復しないと、相撲が取れない苦しい胸の内を明かしていました。最近のことエコーは思うような、 相撲が取れていなかったのは成績にも表れています引退を決断させた理由の一つだと思われます今後は年寄り小車を襲名し佐渡ヶ嶽部屋で行進を指導するという弟子の指導に励んでもらい日本相撲協会の発展のために尽力する姿が楽しみですそんな中小車親方が相撲協会を退職したことも理由の一つです 小親方の突然の退職発表をめぐってはさまざまな情報が飛び交っています表向きは小車の年寄り名跡を佐渡ヶ嶽部屋に戻すという理由になっている同部屋では8年守り続けた関取の座を先場所で失った琴恵光がいる今場所は初日から休場場所後に引退して小車を継承すると見られていますそのための退職だというのですが 担当記者は語っています。後継者が思っていたより、早く現れたということが語られていますが、小車親方は2012年から、5期10年にわたり協会理事を務め、発覚執行部ではナンバー2の事業部長も経験。定年後も影響力は大きいとされてきただけに、衝撃が広がっています。宮城の親方を徹底的に、 厳しく処分しようと動いたのが小車親方と今春から教会ナンバー2となった春日の親方です宮城の親方がスタンドプレーで世論を味方にして理事理事長へと出世を目論んでいることに警戒心があったとされていて特に小車親方は日本出身横綱の理事長にこだわり最終的には同じ一門の二所の席親方元横綱稀勢の里を 理事長に持持っってていいきたい考えを持っています本当は同世代のライバルに当たる宮城の親方を数年前の高野花親方のように退職まで追い込みたかったと言われているほどですその小車親方が協会を去れば宮城の部屋の早期復活の目が出そうだが話はそう単純でもないみたいです小車親方は相撲界を完全には離れず スポーツ報知の専属評論家としての連載を続けていく模様です。さらに NHK 中継の専属解説者に転じる可能性も浮上しています。現在の専属解説者である北野富士さんは体調を崩して昨年の3月場所から仕事ができず復帰は厳しい状況です。後任に小車親方が有力視されていて 小車親方は喋りも達者で、北の富士は現在82歳なので、公認になれば80歳まで安泰です。また、北の富士さんは退職後も、自身の部屋を丸ごと買った八角理事長を支援し、同じ一門の九重親方、元横綱千代の富士、個人を、潰して八角理事長誕生を後押しした、小ぐ親方も第二の北の富士として、 教会内へ影響力を残すつもりではないのでしょうか若手親方たちからも今回の退職を歓迎する声が出ている彼らは現執行部の歯向かう勢力を徹底的に潰すという姿勢をよく思っていなのです厳罰になった宮城の親方と弟子の代の里の飲酒問題で軽い処分に終わった二所の関親方の扱いが 違いすぎることへの不信感も募っている。小車親方は、佐渡ヶ岳親方、元関脇、琴ノ若を通じて、一門、教会に影響力を持ち続けるつもりだろうが、反発も出ています。それゆえ、白鵬包囲網が、弱まるとの見方も出ています。今春の人事では不祥事の多さを、八角理事長に意見した柴田山親方横綱、大野国が、 官職の相撲教習所所長へ左遷されましたがこの処遇も納得しない声が多くそうした執行部への反発が結果として宮城の親方の復帰時期に影響する可能性はあると思われています宮城の親方は伊勢ヶ浜親方元横綱朝日富士の忠告を受けて弟子たちの実家へ挨拶に回り部屋でも稽古を回し姿で汗をかいて 熱心に相撲と向き合っています。どこまで稽古回し姿で我慢できるかが当面の鍵です伊勢ヶ浜親方は来年7月で定年だが宮城の部屋の復活は早くても再来年1月場所後の理事選後だと言われていますただそうして伊勢ヶ浜部屋付きの親方として指導する中で強い力士がどんどん出る可能性もあるそうなると執行部の思惑とは逆に 宮城の親方の評価が高まることも考えられるのです。伊勢ヶ浜部屋には孫藤や熱海富士ら有望株が所属し、小車親方の影響力が残る三所の関一門の琴桜や、大の里と昇進争いを繰り広げる、土俵内外でぶつかり合いが続くと思われます。いかがだったでしょうか今回は琴恵光の引退の理由、そして小車親方が相撲協会を。 電撃退職した真相について紹介しましたコトエコーには今後も相撲界を大いに盛り上げてもらいたいですね